はい。何何何、ちょ俺分かんないからさ、いきなりカメラ回されてて、本当にドッキリとかじゃなくて、はい、どうも、勝俣博物館、あ、勝俣博物館の方ね、勝俣さん、あ、どっちからの友人です、はい。さて今日はどっちのチャンネルとかじゃなくて、どっちであげるかは分かんないから、おお、何、さて今日は、はい、おーおーおー、仮面ライダービルドチョコのその後のご報告をしていただきます。あ、はい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 、そうなんです。今ね、まあ、皆さんビルドチョコ見ていただいたと思うんですが、約、まあ、1000本近いビルドチョコ、これですね、これが1000本近いものがあったんですけども、なんとね、僕一人じゃ消費しきれないということを見かねて、この今ご友人がね、子供たちに配ることができるよということをおっしゃってくださって、それで全部本当に渡したら全部見事に履けました。これなんかすごいね、私いきなりカメラ回し始めたのにいきなり喋れるってさ、ね、あ、俺、うん、いや、まあ一応ね、一応その事前報告というか事後報告じゃなくて、今事後報告ね、要するに、うん、で今、はい、私のところに写真とメッセージが届いてます。写真も届いてんの？そう、まあ、だからちょっとね、画面に映すのはちょっと、そうでしょ、そうだよね、俺が見てね、ちょっとあれなんだけど、ちょっと地名も入っちゃうから一部ちょっとあれだけど、勝俣博物館さん、たくさんお菓子をありがとうございました。すいません、児童クラブ120名とある、まあ、クラブのね、キッズ30名と空手教室の子供たちに渡すことができました。みんな大喜びでしたよ、みんなで応援しています、やーざーすっていうこと、あざーす。写真がね、うん、ちょっと見して、まず、うん、ハロウィンパーティーの方が、うん、こんな風なハロウィンパーティーだった。うーわ、ほんとにハロウィンじゃん、ほんとにハロウィンじゃん。でそれを横にしてもらうと、うん、約20人ぐらいいますね。おー、うわー、かわ、やばい、泣きそう。うわー、マジで、え、てか誰こんな丁寧なことしてくれたの。なんか透明な袋に5本単位ぐらいでこうパックしてくれて、ハロウィンパーティーだからって言って、うわ、私が全部持ってった人が全部全部包んでくれて、もう一回でプレゼントっていうことで、嬉しいね、ゆっけ。それでいいことしたね、俺ね、ほんとにマジで。なんか、うん、うん、動画を上げてたじゃんね。あ、やってた、開ける動画 ね、 ね、そうそう、でそれも、これのチョコレートっていうことでなんかやってくれたみたい で、ね、で子供っちが、あ、本当だみたいな、これだこれこれみたいな、あれだもんね、なんかもしかしたら怪しいかもしれないしね。俺が怪しい人だったらさ、なんか中身がもしかしたらね、食えないものかもしれないしさ、ちょっと証明しとくけどさ、俺自分の体はって。それでなんか動画見て、中身ほら一緒だったから、あ、これ今俺たちが持ってるのこれこれみたいな感じで、すごい喜んでたっていう報告でした。ありがとうございます。ちょうどね、ハロウィン昨日だったか。そう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 、今俺この中に実はね、手紙が書いてあるのかと思ったら違った、違う、何もない。うちのです。まあよかったわ、今一瞬これが出てきた時にないかなと思ったら、大当、実は買ってて自分で、うん、大当たりを出したから俺くれるっていうね。違う、俺誕生日だからサプライズプレゼントかと思ったら、うん、もっといい誕生日プレゼントだった、マジで。あざーす、これからも勝俣博物館地域に貢献していきます、本当に、本当にありがとうございました、はい、というわけでビルドチョコのその後でした。ありがとうございました。じゃあということでね、まあこれからもなんかね、お役に立てることができれば嬉しいので、うん、よろしくお願いします。それではまた明日、はい、また明日。